基本的には卵巣の中で何が起きているかというと、月経が順調な方であればおおむね2週間低温が続いて、基礎解剖を見た不妊治療の参考になることはね、皆さんこんにちは、山下小内夢クリニックの吉田です。今回はですね、基礎体温について、皆さんと一緒に勉強していこうと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。基礎体温、まあご存知の方多いと思いますけれども、基礎体温をねしっかり知っていただいた上で、実際にどういうふうに活用するのかということについて、最後にお話ししようかと思います。これはですね、基本的に正常と呼ばれるグラフになっています。この前半が低温期、後半が高温期、こんなに綺麗にねつけててならないよって方も多いと思うんですけども、あくまでモデルケースと思ってください。で、この低温期は基本的には卵巣の中で何が起きているかっていうと、卵子の元ですねがだんだん大きくなってきます。月経から排卵までのこの期間は基礎体温は低い時期で、排卵が起きると今度は高温期になります。排卵が起きると高温期になる。なので排卵がない方はこの基礎体温をつけているとずっとですね低いままの状態、高いところがなければ低い高いっていう比較はできないんですけども、要は上がらないでずっと同じ位置にいると、これが無排卵っていう人の基礎体温になります。月経が順調な方であればおおむね2週間低温が続いて、その後高温が2週間続くと。で、妊娠してないとまた下がってここに戻ると。だから2週間ごとの山を、周期的に繰り返すと。この体温が上がった後ずっとこの高温期が持続した場合、2週間以上ですね持続すると、これは妊娠の可能性が高いということで、まずざっくりこの、基礎体温を見ると排卵しているかどうかっていうのが分かると。体温が下がらなければ妊娠の可能性が高いと、この2つはね、結構分かりやすいんですね。実際に不妊治療をしているときに基礎体温、つけてますかってよく、聞かれます。まあうちはあんまり聞いてないんですけれども、基礎体温を毎日毎日一生懸命つけて外来にねそれを持って行って、ドクターがそれを見ていろいろこう書き込んで、ここがどうだああだこうだとやってるクリニックがあるんですけれども、結論を言うとですね、基礎体温を見て不妊治療の参考になることはね、まあ私はないかなと思っています。なぜかというとですね、大きく3つほど理由があるんですけれども、まずこういうふうに模範的な基礎体温になることっていうのはほとんどないんですね。だいたい持ってくる体温を見ると測らない、抜けちゃった時期もあったり、本来だったら動かないで測んなきゃいけないのに夜トイレ行ってね、その後測っちゃったとか、起きる時間とかがね不規則で、まあ時間を合わせようとするとほとんど寝てない状態で測るとか、本当だったらまあ最低ね、何時間とか決まってるんですけども、そんな待ってる時間もないしそのまま測ってしまう、綺麗な状態にね測れないんですね。なので、基礎体温がその模範と比較して非常におかしいっつってもそれだけで嫌になってしまうという人が結構います。例えば基礎体温をねつけていた排卵がねいつ頃かっていうのを、知ることができるっていうのよく言われてますけれども、実際には基礎体温を見て排卵日っていうのは分からないんです。もっと言うと後になって振り返ると排卵したことは分かるんですけれども、例えばそういうふうに日にちがこう進んでいるとき、例えばここでポッと下がりました、お、排卵なのかなと思ってまた1日経つと、あれ体温ちょっとまた下がってるな、また下がってるな、あ、ようやく上がったな。これもスッと上がると分かりやすいんですけども、実際にこの上がり方もですね、こうダラ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 、一瞬で上がらないで 2,3 日かけて上がったり、上がったと思ったらまたちょっと下がったり、あれなんて思っててまた上がったりしてっていうようなことで、要は基礎体温というのはまあその進行形で見るとですね、あんまりね分かんないこと多いっていうか不安になることが多いんですよね。後になって生理が来た時に高温期が2週間だから、じゃあこっから数えるとこっちが排卵なのかなみたいにね分かることあるんだけど、それはもう過ぎてしまったことなんで後で知ったところであんまり役には立たない。
なので基礎体温はもちろん知識としてはねすごく重要だと思うんだけど、実際にまあ不妊治療をまあ始めてる中でですね、まあ、特にまあ不妊治療というのはストレスかかりますよね。あの時間もかかるし、費用もかかるし、あと妊娠するって約束されてはいないので、そういったストレスのね、多い治療の中でさらにストレスをね高めるようなね基礎体温というのは個人的にはあまり必要ないんじゃないかなと思います。もちろん全部否定しているわけではないんだけれども、通院していればですね、例えば卵胞の大きさを超音波で見たり、あと血液検査でどの程度卵子が育っているかっていうのが分かるので、そういった部分は病院の方にね任せていただければ、毎朝ね時間のない時期にね、基礎体温をつけてストレスのかかるようなことはね卒業してもいいんじゃないかなというふうに個人的には思っています。